皆さんおはようございます。デチャ編集部員のニャンパスです。さて本日はニャンパスの武者修行セカンドシーズン第7回の収録ということで、佐賀県武雄市にありますワンダーランド武雄店さんにやってきました。今回で7回目となりますので、分かっている方も多いかと思いますけども、もう一度ミッションのおさらいです。ミッションがこちらになります。トータル収支11ヶ月で万枚を目指すということなんですけども、なんと前回で見事万枚達成と、まあ、ですがトータルで万枚なので、ここからは逃げ切らないといけません。なので、まあ、今日はねしっかりと立ち回ってプラス収支目指して頑張っていきたいと思います。でちなみにあの第1回から第6回までは全部プラスで終われてますので、まあねもう全勝目指してます私なので、まあ、今回もしっかりと立ち回っていきたいと思います。ではニャンパスの武者修行セカンドシーズン第7回目行ってまいります。もうそろそろ入場ということなんですけども、まあ、今日は先着順での入場ということで、私49番目です、まあ、本当はもうちょっと早く来てたんですけど、ちょっと先にオープニング撮ってたので、まあ、49番という番号なんですが、でまあ並びの方が約80名くらい、うん、でまあちょっとお話聞いてたら多分ほとんどの方がバジに行くかなっていう、 でも台数もちょっと10台しかないみたいなので、まあ、その他はちょっと何に流れるかはもう入ってから見つつで、今日特に打つ台も決めてないのでまあちょっと本当にお客さんの流れを見て打つ台決めていきたいと思います。お願いします。さあよいしょ、ありがとうございます。お願いします。まあ絆はもう見ての通り、どうしようかな、ちょっとゆっくり行きましょう。置き時とバジー、あと転生、まあまあちょっととりあえずあの朝一のバジーとかみんな行っちゃったので、あの降格上がるかどうか見てからゆっくり決めましょう今日は。はい、では早速打っていきたいと思います。でまあ、この台にした理由ですけども、まあ、ちょっと学運チェックをして回って、一応ジャギしてスタートだったので、まあ、とりあえずまだ空き台もちらほらありますし、こちらから、まあ、朝一打っていこうかなと思っています。では行きましょう。まあ、この台は学運済みなので、とりあえずこう、まあ、ジャギしてでも降格じゃないこと多いですので、降格示唆が出れば、でおそらく前理世だと思うんですよ。見てる感じ転生もガックンしてましたし、他の台もで絆も降格上がってました。で、友もほとんどガックンしてたから打てるところ。あとなんだっけ、オキドキも結構早い当たりが、まあ、あのカメラをセッティングしている間見てたんですけども、結構当たってたんですよ。なんでおそらく前理世だと思われます。こういう AT 機はなるべくこの万枚を減らさずに低投資で実践していきたいと思ってるので、今日は現在がねちょっと正確なの忘れたんですけども、まあ、オープニングの時に枚数が出たと思いますが、1万1000何枚ぐらいなんですプラスが。なのでできればその、まあ、1000枚以内に当たりを引けたらなと。万枚からは減らしたくない
と朝市は降格かどうか微妙なところです。まあ、ジャギステにはいたんですけども、まあ、ランプ矛盾とかも特になかったので。ああ、びっくりした。ほい、本日1回目の中断チリ、スイカを引いた後です。お、よしよし、全長ステージ来ましたね。ランプ7個でしたね。ほい、はい、来ました。はい中断チリからですね、おそらく247ゲーム、本日一発目の激闘ランプでございます。投資の方が6本です。まあまあ1000万以内にハザードリー1回ゲットできたのでセーフ、いきましょう。オーラは、あ、赤、これはちょっと期待しますね赤、やった。でも私7揃いレインボーで2連とかしかしなかったからちょっとね正直不安なんですよ。赤い白とか青とかの方が続くという。いやでも久々見れたから続けましょう。ここは宿命でバトル、シャッフル、なんかこれ負けそうなパターンじゃないですか。赤だったよね。嘘でしょ、何もいいとこがない。あ、一応北斗七星は出てくれました。こっから、あ、終わった。臭い、嘘でしょ、どう雲流れてないだろうな、さすがに。うわー、終わった。赤でしたよね。まあ、まだ復活があるかもしれませんけど、伊勢と123枚38ゲーム超しょぼ復活。あり、これ、何これ、やっぱオーラ関係ないわはい、ではちょっと店内見てみたいと思います。あー、まさかのね、赤単発だから怖いんです。まあ、関係ないんですが今日は引けないと思うんですよ、と思うで。この辺当たり早かったんですよね、角付近。これはこれ10回転で当たってんだよないないですよね誰も。いやどうしよう、10回転で当たってて危ないから、これはちょっとありです。ありだけど打ちたくない、あんまり怖いから。絶対初期投資かさむまあでも渦台がなければそこ行きましょう。あ、どうしよう、前立腺ならこれ行きますか、当たってないし。現在478安倍氏、とりあえず550、まあ、500のゾーン狙いつつの、そうしよう、とりあえずこれ移動します一回いい台あった。
では本日2代目、何安倍氏だったかな、470何安倍氏ぐらいの、まあ、ちょっと転生で初当たりがまだ1回もない台が空いてましたので、ちょっとこちら実践していきたいと思います。まあ、あんまり美味しくないかもしれないですけども、もういいんですよちょっと正直慣れたので、さっきの赤オーラ散髪っていうの、まあ、モード B であることを願って打ちましょう。多分武者修行で転生打つの初めてですよね。まあ、ちょっとつい最近ですけど違う番組では打ったんですけど、いや本当ね、なるべく動画で打ってない騎士を打つように心がけてますので、もうちょっと勉強いろいろしないといけないんですけどやっぱモード B にはいると思います。この台、あ、まだ気が早かった延長来ちゃいましたね。ダメかな、もしかしたらええかもしれんね。まあもうここまで打ったら当たるまで打つしかないんですけど、当てて北斗ぞろい引いて出せばええとよ。まあ、ここで当たってくれたらいいんやけど、なさそうだ。お、でもチャンス。微妙ですね。帰ろう。あ、500のゾーンはダメ。500枚なくなっちゃいましたので追加投資します。もうここまで回したら、そうだ、今日関係ないんですけど朝行く途中占い見てきたんですよ私獅子座なんですが11位でしたいやーちょっとね、いやいや大丈夫だ、今んとこ負けてないですから武者修行では。また相性のいいカメラマンさんとも一緒なので今日はそんなのね、乗り越えましょう。11位なんて、あ、ダメ。またなんかね、ここで変えて、へーん、やーはは、もうどうすればいいの。みんなポンポン点入ってんのに私だけ入らんとや。なぜに当たってくれ、そろそろ本当に。あ、これで千安倍氏を超えましたと。シャッターは閉まったので、あー、これは行くやろ。
回降格中だったのかもしれないですね。追加からの停波突入でございます。ゲーム数の方が912ゲーム、よし、ではいっぱい貯めましょう。ここでヒーロービはここでいっぱい稼がんとつらいよ。100ぐらいいかんかな。よし、うまい、追加継続。じゃあやばい、マジ戦場行くよこれ。最深部まで行かないですかね。定めかな、はい、多分この辺で当たるはず。そこまでいかないと思うので、当たってるな多分。ウイグル、ほい、はい、ほい、ほいと行けました。1406アベシ、ゲーム数の方が1112ゲーム、投資がなんと33本です。いや、朝からやっちまいましたよ。 笑えない。まあ、こっから伸びてくれることを願うしかないです。ただ伸びなかったらこの台はおそらくやめると思います。では本日1回目 AT 行きます。あー、乗り揃いしてくれんかな。よっしゃ、お早い、青です。いや、伸ばせる気がしない。赤であれだったから。一応でも3個落ちてきた。よしよし、ここで乗ってくれ。4個あればなんとかなる。よし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 、いけるぞ。さらによし、もらったでしょう。よしよし、これ結構もらえるんじゃないですか。おい、でかいでかい、弱性 A で、よかった。ではでは行きましょう。勝ってくれよ、ちゃんと8個あるんだから。そう、やめて。
ぶなあぶな、めっちゃ焦りました今の。まあ、なんとか単発は回避ですけど、8個あって8個消費するという。あー終わった、助けて。はい、2セット284枚、80ゲームで終了と。ダメだ今日、助けて。はい、ちょっとですねこの台は一旦やめまして、まあちらっと一周ですね、まあ、ぐるっと店内見たんですけども、打てそうな AT 機がなかったので、ちょっと良さげなノーマルタイプがないか探してみたいと思います。移動します。どうしよう、マイジャグがねちょっと良さげなので、ノーマルタイプは。であとまあ気になってたのが角付近が全体的に強そうだなっていうノーマルタイプはですね、なのでちょっとね回ってないんやけど、まあ、この辺とかずっとね並んで出てるからちょっとどうしようかな。うん、どうしよう。まあ隣がお隣さんが良さげなんですけども、ちょっと待ってくださいね、どうしよう。2の2打つならこの辺だな。でも、まあ、ちょっとまだ1回も当たってないこの台行きましょう。わかんないですからノーマルタイプは。おい、はい、では3台目です。もうちょっとね打てそうな AT 機が空いてなかったので、まあノーマルタイプで何かないかなと思ってて、マイジャグが40台あって、まあ多分、ね、一番ジャグラーの中で押してるんじゃないかなと思うので、ちょっとマイジャグ2打っていきたいなと思います。あとねノーマルタイプは角付近が結構出てるから、まあちょっとその辺も含めてこちらの台にしてみました。では行きましょう。お座り一発、現在投資が33本で持ちコインがおそらく200枚程度、まあ1500枚ですね。ノーマルタイプなら波に乗れればサクッと出てくれるから頑張ろう。いやこの時間からノーマルタイプ打つの珍しいです、本当収録でしかも。なんかね実戦、普通に自分の実戦とかだったら打つんですけど、全まあなかなかないですよ収録だと。これ誰かと一緒の収録とかならまあ打ったりもするんですが、何喋っていいかわからんもんね、ジャグとか引かれしか言うことがないから困る。あとね花火もちょっといいかなとか思ったけど、まあ、途中どっかで言ったかもしれないですが目押しがめちゃくそなので絶対見てる皆さんから怒られると思うから。あー光ったー、よっしゃー、298ゲーム気持ちいいな、ジャグラ298。さてさてどっち、ビッグです。いただきました。よし、これはでかいぞ。よし、1回目のビッグ終了。いやーよかったよかった、持ちコインで当たってくれて。シェリー、疲れー、
299。超えましたね、200を。何が当たりそうな気がする。ああ、光った。今の先ペカですよね。チェリー狙いましょう。これは単独です。202ゲームギリギリ、このさっきビッグ当てたビッグの持ちコインで当たりました。もうビッグがいい、ビッグがいい。あ、レギュラーボーナス。まあ、これで連チャンしてくれれば。こっから始まるんですよ、レギュラーボーナスから始まりは全て。正直この100ゲーム間って結構緊張しますよね。あー、来たー、チェリー重複。よし、まあ、ここはレギュラーがいいんですけどね。手玉的にはビッグボーナス。いや、ビッグだ。おい、何ゲームだ、ちょっと見逃しちゃいましたが、ジャグレン達成35ゲーム。よしよし、いい感じに伸びてきたぞ。これで多分持ちコインが500倍近くまで増えましたよ。投資が何枚だったかな、33本ってことは1650枚、なんでいけるぞ。ああ、光った。196、200以内。チェリー重複ですね。2回目だ。さて、どっちでしょうか。おお、レギュラーボーナスいいじゃないですか。196だったかな。今ビッグ2回のレギュラーボーナス2回です。まあ、悪くは合算はめちゃ悪いですけど、まあ、引けてきてますから。よっしゃ、引き割った。早い、4ゲーム。今回は単独か。4ゲーム、さてどっち。ビッグがいいね、ここはレギュラー。まあまあまあ、いや、ほんとこの台伸びそうな気がする。レギュラーボーナスも引けてるし、チェリー重複もあったし、ブドウめっちゃ落ちるし。本日のニャン飯コーナー、はい、ということで、まあ、今回もですね、いつも通りワンダーランド竹尾店さんの常連さんから伺った美味しいお店の方にやってきました。そして今回お伺いしているお店が焼肉の翔さんです。もうね、ちょっと準備の方できてますので早速食べちゃいたいと思うんですけども、今回頼んだのがお店で一番おすすめのスペシャル焼肉ランチでございます。でね、もう前回で完売達成したということで、ちょっと贅沢に頼んでみました。じゃあちょっと早速いただいちゃいたいと思います。いただきます。このニャン飯コーナーで焼肉2回目ですね。ちょっとね、何牛でしたっけ。伊万里牛。伊万里牛ですよ。佐賀県だからか。
と上ロースと上カルビだったかな、ちょっとどっちがどっちか分かんないですけども、まあいただいちゃいたいと思います。柔らかそうだな、いただきます。おやば、めっちゃくちゃ脂乗ってます。とりあえず熱い美味しいけど熱いちょっとね、これはやっぱりご飯進みますね、焼肉だし。すぎて逆にはい、ということで、まあちょっとね、全部早速完食していきたいと思います。はい、ではお昼から戻ってきたので引き続き打っていきたいと思います。でね、ちょっとあのカメラをセッティングしている間見たんですが、なんとマイジャグ2コーナーが一番出てますそう、だからちょっと移動して正解だなと。でまだね全然回ってないんですけども、さっきブドウの確率とか見たら 5.3 ぐらいだったんですよ。なのでぶっちぎりいいので、ちょっとね頑張っていっぱい引いちゃいたいと思います。ほい。で現在今46ゲームなんで、まだジャグ連中ですね。ジャグレンが今で3回目かな、違う2回目か、なんで3回目あるかどうか。よっしゃ光った、これ気持ちいいな。ゲーム数が215ゲーム、持ち込み。ちょっとビッグ欲しい、ここは。わー、バケ。バケは引けてる。次はビッグでしょ、きっと。そう、バケ3連続です。2の4ですね、現在が。よっしゃ、100ゲームピット完中だ、めっちゃ嬉しいこれギリジャグレーになんのかな、100って。また化けまあでもこれはいいことですからねギリギリジャグレーだと。2回目ですね、チェリーからのレギュラーボーナス。いやこれあるかもしれん、本当。いや分からんけどさ、ありそうな気がするどうしよう、マジでパチンコ行こうかな、飲まれたら。もう最終奥義ですでもね、私ちょこちょこ来店でもパチンコ打つんですけど、全然当たんない、当てきらないそう、もうね最近スローの調子が悪いからね、本当パチンコに逃げる癖がついちゃいまして。あとね、なんかヒゲさんの私いただきっていう番組や出てるんですけど、みんなでやるやつ、あれでヒゲさんが朝一から当てて5万発以上出してるんですよそれ見てちょっとね、うわパチンコ面白いなってなっちゃって、ちょっと夢見てるんですあ、
ますと、やめます。この台236ゲーム全のまれです。持ちコイン、ちょっとどうしようかな。探してきます。台を行ってきます。はい、ちょっとね、持ちコイン飲まれてしまったので異界店内を見つつ、まあちょっといい台がないか探しに行きたいと思います。じゃあマイデグ2から行きましょう。こちらもうね、ここの両角すごいんですよ。合算が92分の1、こちら99分の1で、ちゃんとビッグもレギュラーもしっかりついてます。あとこの辺ですね、ざーっと、まあ、この辺若干レギュラー弱いですけども合成確率めっちゃいいので、てかなんかここら辺やばくない？なんかマイジャグめちゃ出てんですよ。でここも合算97分の1、レギュラー先行、すごいな。多分ね結構交換もされてるんですよ。あとこの辺か、ここもめっちゃ綺麗ですよね。6っぽい。この台は、まあ、若干レギュラー弱いですが綺麗なグラフ描いてるね。え、なんなんでしょうね。まあ、とりあえずマイジャグ2がめっちゃ出てます。ここも2000枚超えか、すごいな。この台も合算が92分の1、もうねやっぱいい台は空いてない。あとこちらの花火2台、朝からずっとこんな感じです。1箱1箱で、やっぱねカード付近が強いんですよ。こちらもあの多分交換されてるんですが、見てもらったら合成が99分の1で、レギュラー10、違うビッグ14のレギュラーボーナス15ね、やっぱカードでしょ絶対。ほらここも96分、あからさますぎでしょ。で反対側も多分ねちょっと今ボーナス消化中なんで見えないんですが、まあビッグボーナス12のレギュラーが6と。じゃあちょっとこっち行きましょう。朝いたコーナーバディと北斗のコーナーですが、まあ、角が1箱、2箱どうだろう。こことか多分安定して出てるんじゃないかなと。ちょっとねグラフが見えないから何とも言えないですが、でちょっとね朝から挙動がいいこの台です。こちらあの私が打ってた台ですが、その隣初当たり10回引いてて現在1714枚。うわー羨ましい。でちょっとね見てる感じ打てそうなのがない。だからちょっとパチンコの方見ていきたいと思います。でもなパチンコ打ってたらもう一択なんだよな打つ機種。空いとるか分からんけど、私はうちならこれって決めてます。 CR ガロ魔界の花で、ワンダーランドさん結構ガロ押してるイメージなんで、私の中でこっちにもあるんだ。ワンボックス、ワンボックスプラス半島なんで行きましょう。もうここは一発逆転。1万発出してしまえば勝ちです今日は。ではまさかのパチンコ実戦でございます。でまあ何を打つかというのがこちら、もうね多分ワンダーランドさんといえばガロだと思ってますので、まあ、こちらにしました。でまあ数あるこのガロコーナーの中からこの台を選んだ理由です。ちょっとね今現在723ゲームハマりを食らっております。がしかし私の誕生日が7月23日ということで、もうちょっとなんか運命を感じましてこの台にしてみました。ちょっとどうなるか分かりませんけども頑張って打っていきたいと思います。で現在の投資が33本、まあ、一発当てて1万発ぐらい出ればいいなと思っております。じゃあ行きましょう。いや魔界打つのは2回目ですね武蔵行で。なんかあの一番最初はわけわからず5回転で当たるっていう奇跡的なことが起こったんですけど、まあ、さて今回はどうなるか私も分かりません。
よし、ちょっともうちょっと打ちましょう。これ5人目です。2500枚目の選手です。いや、一発当ててドカンと出せばいいですよ。一回当たればだって大きいでしょう。約2000発。ガロ様の力を借りるしかない。ダメだ。あ、マジで頼む。当たって。さっきあの三重から、三重でお会いしたことある、え、三重であの私が来店したときにお会いした方が挨拶しに来てくれたんですけど、頑張って突っ込んでくださいって言われたから。ダメだな。からなんですよ。赤まで行け。もう一個もう一個。ああ、赤まで行ったぞ。緊張する。いきますよ。え、えぐられすぎてます今日は。嘘やろ。あ、激アツ激アツ。何これ何これ。できないできない。よしよしよし。はい、目を離しません。なにこれ。
激アツです。一番いいやつだ。お願いします。多分前作一番強い列は赤じゃないと、赤以外だと大当たりなんですよ。あれ嘘やん、関係ないと今回はダメ。よしよし、新メトラス突入です。伸ばしましょう。ここから始まりますよ。目指せ2万発ですからやめなくてよかった。よし、ここから頑張れ。久しぶりに ST 入った。3発だけはやめてください。せめて1万発でも。あ、赤いぞ。冷やしましたよ。はい、いただきました。3連目
です。ここを当てないと。めちゃ強いじゃん。うわ、一番こっちが良かった。期待できますよね。硬い。今度やつやっつけてしまえ。いけいけ。せーよかったーよかった。終わったって思ったわ。危ない。バリ嬉しい。ありがとうございます。危なぁ。ダメだ。ラスト。はい、4セットでした。4セットというか、ボーナス4回ですね。あー、もうちょっと出るかなって思ったんですけど、終了です。じゃあちょっともう時間もそろそろいい具合なので、これにて実戦終了したいと思います。では結果発表の方に行きたいと思います。お疲れ様です。実戦終了です。はい、では早速結果発表の方に行きたいと思います。本日はですね、朝からちょっと何を打とうかなとすんごい迷って、朝一何台かガックンチェックした末、まあなんだっけ、ジャギステージの、まあ、強敵トモですねを、朝から打ちまして、で、まあ、6本で当たったんですけども、赤オーラ単発ということで、まあ、もう即やめしまして、で次、まあ、店内見て回ってて、転生が478安倍氏のが落ちてたので、まあ、もう設定変更、まあ、とか全体的に全リセっぽかったから、まあ、リセット狙いモード B であってほしいなと思って、そちらの方を実践しましたら、まさかの1406安倍氏まで持っていかれまして、はい、そこでもう33本と結構大きいね投資に行っちゃいました。でその後もその台もすぐやめまして、で、まあ、何を打とうかなと迷ってて、前着が結構良さげだったんで、ちょっとねそちらの方で、あと角付近が今日強いなと、多分動画の中にも残ってると思うんですけども、まあ、ちょっとそれ角2が空いてましたので、そちらで実践しました、まあ、ですが、まあ、結構順調よく当たってたんですけども、最終的に全て飲まれちゃったので、まあ、ちょっと一旦やめて、店内ぐるぐるして、で、ちょっとスロットコーナーが何も打つのないということで、最後に CR ガロ、魔界の花の方を実践させてもらいました。でね、もうね、もう言わなくても分かるでしょう。めちゃくちゃぶっこ、突っ込みました。ぶっこんだ。まあですが、最後、1315回転目で、初当たりをして、初当たりを引いて、まあ、単発かと思いきや、ST 入ってくれて、7564発出すことができましたので、まあ最終的な結果の方が、投資が3275枚、まあ、全て、枚数換算にさせてもらってます。で回収が7564発だったので、まあ、1512枚です。まあ、小数の方は切り捨ててますね。で、まあ、3枚の方が残念ながら初のマイナス1763枚と、はい、ちょっと大きな負けを作ってしまいました。でなのでですね、まあ、前回が約11500枚だったので、おそらくちょっと万枚に足りないぐらいになっちゃいました。なのでちょっと正確な枚数はこの辺に出してもらえたら助かります。はい、とね、すみません、今日勝つ気で来たんですよ。で朝から学校チェックとかして立ち回ってたのに、もうボロボロで申し訳ない、まあ、でも多分ね、万枚まであと数百枚なんですよ。
おそらく。なんでちょっとね、次回はもうしっかり立ち回ってこの負けを取り返していきたいなと思います。はい、ということで今回のキャンパスの武者修行セカンドシーズン第7話これで終了です。お疲れ様でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。頑張ります。次は